それではここからチーム演舞となります。改めまして本日司会進行を務めさせていただきます尾崎雄一と亀山珠樹と影岡さゆりと青木曽です。どうぞよろしくお願いいたします。さあということでいよいよ始まりましたコート大公演会場、本日司会4人で進行させていただきます。さあということで早速ですが最初のチームに登場していただきたいと思います。最初に踊っていただくのは宮城県仙台市より参加の清和学園短期大学和系の皆さんです。今年のテーマは龍銀虎章、先輩方の作品を演舞させていただきます。心を一つに美しくしなやかに舞う龍を表現し新たな和系をお見せします。皆様に感謝と笑顔を届け一人一人の心に残るよう精一杯演舞いたします。それでは踊っていただきましょう。清和学園短期大学和系の皆さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。清和学園短期大学よさこい部和系です。今年のテーマは龍銀虎章、美しくしなやかにそして力強く舞う龍を表現します。2年という短い学生生活で出会った仲間と共に私たちを支えてくださる先生方、和系の先輩方、みちのくよさこい祭り関係者の皆様、そして見てくださる皆様に感謝の気持ちを込めて演舞いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここに今現る、さあ目覚めよ。この地東北に芽生えし和系親愛の心、2023龍銀虎章和系19人の絆、ここに一つとなる今舞い上がれ。
仲間の思いを胸にそれぞれの空へ舞い上がる。夢を追いかける仲間たちよ、竜と共にさあ駆け抜けろ。ありがとうございました。和剣の皆さん、途中で衣装が上がるところにもびっくりでしたね。色鮮やかな先生旗を使った部分も見どころの一つです。